はい、こんにちは。ラクプラ系 YouTuber のテイクアールです。今回ご紹介するラクプラはこちら、スズキジムニーのブリスクブルーメタリックというわけで、ちょっとですね、古いモデルなんですけども、前に作った時は塗装しましたので、今回はですね、いつものように簡単お手軽なすぐみをご紹介していきたいと思います。ちなみにこちらのモデルなんですけども、チャンネルメンバーのですね、アイくんさんにプレゼントしていただきました。アイくんさん、いつもどうもありがとうございます。はい、それではですね、早速中身の方をチェックしていきたいと思います。まずボディですね。はい、メタリック系のボディということで、なんていうんですかね、ちょっとこうシワのようなものが若干入ることが、あるんですけども、さほど目立つものはないですね。かなり綺麗な状態です。はい、そしてこちらがですね、黒いパーツの方が、フロントのグリルですとかバンパーですね。こちらの方がバンパー。あとこれが、タイヤのホイールですね。あとルーフが別パーツになっているということですね。はい、そしてこちらがクリアパーツですね。クリアパーツはヘッドライトとテールライトがクリアパーツになっていて、あとはウィンドウですね。はい、こちらがウィンドウパーツになっております。はい、そしてこちらが、下回り内装タイヤ類ですね。こんな感じでちゃんとスペアタイヤもついてます。はい、そしてこちらがですね、ラクプラおなじみの折りたたみ式の内装パーツですね。はい、そしてラクプラといえばシール。こちらのシールを貼り付けることによって、塗装しなくても、かなりのクオリティで完成させることができます。で、こちらの方が説明書ですね。で、まずはですね、説明書、ラクプラの場合はこちら、最初の作業は、ボディにシールをじゃんじゃん貼っていきます。で、シールを貼る前に必ずですね、まずは、パーツの方に少しだけ油分がついてますので、台所洗剤を使ってきれいに洗ってきます。はい、それではですね、こんな感じで綺麗に洗ってきたボディにどんどんシールを貼っていきます。はい、で、シールを貼るときなんですけども、こんな感じのですね、つる首の先端のすごくとんがったですね、ピンセット用意しておくと非常に貼りやすいです。はい、それじゃあフロントのワイパーから貼っていきますね。はい、まずはワイパーですね。こんな感じになります。はい、そしたら次にヘッドライトのですね、リフレクター、ちょっと特徴的なリフレクターを貼っていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしてちょっと小さいんですけども、ウィンカーとか、あとですね、ドアノブの横のキーシリンダーとかですね、これ全部シール再現になってますので、ちょっと小さくて、難しいかもしれないんですけども、このピンセットがあれば簡単にできると思います。難しいことはないと思います。はい、こんな感じですね。ウィンカーとキーシリンダー、あとあのロック解除のボタンですね。小さいシールなんですけども、慎重に貼ってください。はい、で、後ろがですね、結構シールが多くて、ハイマウントストップライトとか、あとですね、このゲートのヒンジもちゃんとシールで再現されてます。はい、そしてリアワイパーですね。はい、そしてリアハッチのヒンジ、これは向きがあるので貼り間違えないように気をつけてください。角張ってる方と少し丸まってる方があります。はい、そうしたら社名シールですね。社名シールはですね、右と左間違えないようにしてください。右側にジムニーと貼って、左側にスズキのシールを貼ります。こっち側がジムニー、こうですね。はい、で、こっち側にスズキと貼ります。
はい、こういうことですね。これで、シールを貼り終わりました。で、ここでちょっとですね、こちらのコピックマルチライナー 0.03mm の水性ペンを使って墨入れしておきます。このドアのですね、境目とかにこのような形で線を入れるだけでだいぶ見た目が、良くなります。こんな感じで線入れるだけ、この溝に沿って入れるだけなので全然難しいことはないです。こういう感じ でこれ水性ペンなので、例えばですね、ここでこうあってこうはみ出しちゃった場合とかですね、こう拭き取れますので簡単に指で、はい、こんな感じで失敗して大変なことになっちゃうとかそういうことは絶対にないので、こちらの方ですね、そんな高いものじゃないので1本あるとすごく便利ですね。はい、というわけで墨入れした状態がこんな感じですね。後ろもこんな感じでちょっとこう線が入るだけなんですけども、見た感じがですね、かなり立体感が強くなっていい感じになるんじゃないかと思います。はい、それじゃあ次の作業をやっていきます。はい、そしたら次にですね、ウィンドウパーツ作っていきます。ウィンドウパーツですね、ニッパーとかあるといいですね。こんな感じで切り離して、はい、でちょっとここにバリとか残ってる場合はデザインナイフかもしくはカッターナイフでここを削り取っておいてください。はい、そうしたら窓枠シール貼っていきますね。今回のこのモデルに関してはそんなに窓枠シール難しいことはないと思います。はい、こんな感じでフロントウィンドウの窓枠を貼りました。4箇所合わせてからですね、定着させるとうまくいきます。はい、こんな感じでリアウィンドウのシールも貼り終わりました。あとサイドですね。はい、これでウィンドウのシールは全部貼り終わりました。はい、それじゃあ次にですね、サイドミラーにシール貼っていきます。この27番の小さなですね、車体の下の方を見るミラーのシールも入ってるので忘れないで貼り付けてください。ちょっと小さいんで貼るのが大変かもしれないです。はい、こんな感じになります。次にですね、こちらのシール28番がここにつきます。ウィンカーですね、これ。はい、そうしたらルーフですね、こちらの方パーツ切り離したところの側面ですね、ここ、ゲート処理軽くしておきます。でここにアンテナをつけてこの屋根がこう乗っかると。はい、こんな感じで屋根はめて、でこちらのアンテナをつけると。はい、こんな感じですね。はい、そしたらウィンドウを入れます。はい、でこちらのウィンドウなんですけども、サイドウィンドウがですね、パチパチっとこうこの窓枠にしっかりはまるようになります。で前の方にピン2箇所ありますので、ここもしっかりと入っていることを確認してください。で次にドアミラーをつけていきます。はい、このような感じでだいぶボディの方ができてきました。次はですね、フロントグリル作っていきます。はい、それじゃあまずはですね、こちらの、クリアパーツ丸いヘッドライト、これをつけていきます。はい、ここもですね、きつからずゆるからずでパチッとはまると思います。こんな感じ。はい、いいですね。はい、でこちらのフロントグリルはここにですね、まずパチッとはめてしまってから、ウィンカーとスズキのマークシール貼っていきます。はい、ここのウィンカーのモールドはですね、若干ドーム型になっ
ってるのでシールを置いた後ですね、しっかり爪楊枝なんかを使ってこう定着させるとこう綺麗な丸みを帯びた形になります。はい、そしてフロントグリルのスズキのマーク、はい、こんな感じになります。よくできてますね。はい、それじゃあここでスペアタイヤをつけていきます。ちょっとゲート処理しておきますね。はい、リアゲートにこのような形でつきます。はい、でボディの方はこれで終了で、続いて内装パーツ作っていきます。はい、内装パーツの方もですね、まずはシールを貼っていきます。メーターからいきますね。はい、それじゃあこのメーターなんですけども、上下があるので間違えないようにしてください。でこの真ん中のところを少しこう谷折りにして貼り付けて左右を合わせる感じなんで、ちょっと厄介なんで、もしうまくいかないようであればですね、あらかじめ3分割にしてですね、切ってしまって真ん中のところ、そうやって貼るのも一つの手ですね。ここのところがくぼんでるということです。ここの部分、で次にですね、ここのシール貼っていくんですけども、21番ですね、ここ相当凹凸が激しいんですよ。なのでここもですね、無理にこのまま貼らないで、3分割ぐらいにした方が貼るのが楽になりますね。ちょっと切っていきます。まずモニターのところ切っちゃいます。はい、でまずモニター貼っていきますね。これせっかくなんで、なんか地図とか何か出してほしかったですね、真っ黒じゃなくて。はい、そしたら次に吹き出し口との間ですね、白い線が入っているところをカットします。なので全部で4分割ぐらいにした方がうまく貼れそうですね。このような形で切って、はい、で次に吹き出し口とダイヤルスイッチを分割して貼っていきます。はい、吹き出し口がここにこんな感じですね。これだけ凹凸がありますので、やっぱりちょっと切らないとですね、かなりシール感というかですね、強引に貼り付けた感じになっちゃいますね。相当ここは段差があります。はい、で最後にダイヤルスイッチのところにシール貼ります。ここはですね、逆にシール貼らなきゃ貼らないでもいいかなという感じですね。ここが一番凹凸がひどくて、ちょっとシールを貼るとですね、あまり見栄えが良くない場合もあるかなと思います。はい、こんな感じ、とりあえずは貼っておきました。はい、あとは吹き出し口とかちょっと小さいシールが入ってますので、そちらの方も貼っていきます。はい、というわけでダッシュボードこんな感じになります。であとはですね、シフトゲートのところにもシールがあるので貼っていきます。はい、でシール貼り終わったら次にハンドルですね。なんかこのハンドルがちょっと潰れてるような気もするんですけど、気のせいでしょうか、もともとこういうものなのか。よいしょ、はい、こんな感じでハンドルをつけて、ハンドルにもシールを貼っておきます。はい、でシールを全部貼り終わったら、こちらのゲート全部外して折りたたんでいきます。はい、全部切り離したらこのような形で折りたたんで、ピンにですね、ここのところ差し込むだけです。はい、こんな感じ。はい、これであっという間にジムニーの内装完成です。はい、それでは次にですね、タイヤの方ですね、こちらの方にシールを貼るのと、リアのバンパーにもシール貼っていきます。はい、それじゃあまずホイールのシール貼っていきますね。センターにスズキのマークがつきます。はい、でシールを貼り終わったらタイヤに組み付けていきます。これはもうただ単にはめるだけです。はい、タイヤにホイールをこのような形ではめ込んでいくと、はい、こんな感じで、次にリアバンパーにシールを貼っていきます。
はい、こんな感じでリアバンパーの奥の方にシールを貼ると。はい、でこの上からクリアパーツが乗っかることによってあたかも、クリアのですね、クリアレッドのパーツがあるように見えると。でちょっとナンバーも貼っちゃいますね、ジムに。もしご自宅にですねプリンターがある方は、ナンバープレートを作る青島さんのサイトがありますので、そちらの方を使うとですね、自分の好きなナンバープレートにすることもできます。でちょっとこちらの方も、貼っちゃいますね。フロントバンパーのジムに、それから、サイドのフォグランプ1番と4番のシールですね。これがここ。ここもウィンカー同様にですね、ここは綿棒を使った方がいいかな。綿棒でこうギュッと押してあげると、綺麗なドーム型になります。はい、で、こちらの13、14のシールちょっと貼り忘れていたので貼っていきます。これがですね、ルーフの端っこの道路、ここなんですね。ここに貼るシール。はい、そうしたらあとはですね、タイヤをシャーシにつけて、組み立てていくだけなんですけども、必ず組み立てる前に、このウィンドウの内側から拭いてください。内側についてる指紋っていうのは完成後に拭き取るっていうのができないので、この時点できれいにしておかないと、ずっと汚いままなんですね。なのでまずここ内側をきれいで、内側にほこりがですね、混入しないように一度エアダスターで吹き飛ばすなりしてから組み立てるといいですね。それではですね、まずタイヤ前後ですねつけていきます。このような形でシャフトを差し込んで、あ、これも車高が選べるんですね。ちょっと高めでいきますか。少しリフトアップした感じで、はい、こんな感じで内装パーツをつけます。で前後のバンパーをつけると、はい、これで下回りが完成して、あとは上と下を合体させて完成ですね。後ろからはめます。このような形で後ろを引っ掛けてから前を引っ掛けて、これで完成です。はい、どうでしょうか。ちょっとね、リフトアップが、タイヤが小さいんで、あんまりリフトアップがかっこよくなかったんで、ちょっとノーマル車高に戻しますね。はい、というわけで改めて完成しました。ラクプラ鈴木ジムニーいかがでしょうか。こんな感じです。はい、というわけで今回は大島さんのラクプラ、ちょっと古いモデルなんですけども、ジムニーの組み立て紹介でした。今回使った道具はこれだけですね。ニッパー、カッターナイフ、ピンセット、紙やすりとコピック。たったこれだけの道具で、こんな素敵なカーモデルを組み立てることができますので、模型初心者の方やお子さんのプラモデル入門用にぴったりのモデルですね。私のチャンネルではラクプラは全モデル紹介しておりまして、今後発売となるモデルも全て紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。